アルビン・アンドリュー・トールズは、アメリカ合衆国、ジョージア州リカーブ軍、リケーター出身のプロ野球選手、右ト左ヒ MLB のロサンゼルス・ドジャース所属。元 NFL 選手のアルビン・トールズを父に持つ。2010年の MLB ドラフト4巡目で、フロリダ・マーリンズから指名されたが、契約せずに、テネシー大学へ進学した。チポラ大学在学時の2012年の、 MLB ドラフト3巡目でタンパベイレイズから指名されプロ入り。契約後、参加のアパラチアンリーグのルーキー級プリンストンレイズでプロデビュー。51試合に出場して打率。281、7本塁打、33打点、14盗塁を記録した。2013年は A 級ボーリンググリーンホットロッツでプレーし、121試合に出場して打率。 326、2 32本類が、57打点、62盗塁を記録した。2014年は、ルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・レイズと、A 級、シャーロット・ストーン・クラブズ・でプレイし、2球団合計で52試合に出場して打率。265、1本類が、15打点、24盗塁を記録した。2015年3月29日に自由契約となった。 この年は、どの球団にも所属せず、プレイしなかった。2015年9月23日に、ロサンゼルスドジャースとマイナー契約を結んだ。2016年は、参加の A 級乱直家問がクエイクスで開幕を迎えた。AA 級タルサドリラーズとトリプル a 級オクラホマ式ドジャースを経て、7月8日に、メジャー契約を結んで、アクティブロースター入りした。 同日のサンディエゴパドレス戦にて8番中堅守で先発出場してメジャーデビューを果たしアンドリュー・キャッシュナーから初安打を記録したその後8月3日に一度トリプル A 級をクラホマシティへ降格したが21日に最小格した後はメジャーに定着この年メジャーでは48試合に出場して打率3143本塁打16打点 一盗塁を記録した。2017年5月9日の本拠地でのピッツバーグパイレーツ戦でフェンス際のレフトフライを追いかけている時に右膝を痛めて負傷退場となり、検査の結果で人体損傷が判明し、シーズン中の復帰は絶望的となった。2020年6月26日にフロリダ州のキーウェスト国際空港で不法侵入したとして逮捕された。 ありがとうございます。